入ってますか？はい。それでは、次に行きます。三 つ目。ちょっと変わったあれでして、施工状況把握チェックシートの漫画本っていうのが出まして、それに関する提談。著者の谷口さんっていう、すごい面白い方と、なんか3人ぐらい喋ってるのが出てきますので、動画でお楽しみください。ちょっと私のネットの問題で少し音声がちょっと途切れるとこあるんですけど、お聞き苦しいかもしれませんが、見ていただければと思います。じゃあ、吉村さん、よろしくお願いします。みんなベラベラ喋るんで、大丈夫かなと思ったんですけど、一応吉村さんの抜群の編集で。施工状況把握チェックシートの漫画本発刊についての提談ということで、著者の谷口様と、編集を担当された真鍋様と監修をされた細田先生の方にお話を伺っていこうと思います。まずはですね、大まかにこのような内容をお聞きしていきたいと思うんですけども、初めになぜ谷口さんが今回この漫画をですね、作るようになったのかっていうあたりの経緯をお聞かせいただけますでしょうか。はい、私自身がこれ資源の分別表で見たときに、これを漫画に表現することで現場の KY 活動ができるだろうということで、こういう発想の中で漫画のそのコンクリート打設を作成して、要は現場でこういう掲示板で貼ったっていうことが始まりになってます。もともとコンクリート以外でこういう漫画を活用してこう作業員さんへの周知とか、そのあたりの効果を実感されてたっていうところで、ノウハウをお持ちだったっていうことですね。そうです。はい、そうです。はい。はい。はい。その前に一度ですね、細田先生や堀田先生、いわゆるいろんな方の出てる、まあ、これ、日経コンストラクションの真鍋さんが編集された、ネットでコンクリートの品質についてというものを見たときに、まあ、堀田正秀教授はもともと面識があって、まあ、細田先生あたりもそういう関連があるっていうことで、そのコメント記事見たときに、いわゆる学生に役に立つとか、これはチェックシートが分かりやすいとかいう表現がたくさん出てたものをまとめてみて、私はこれはいけるなという感覚で吉村さんに電話したいきさつがございます。ちょっそうですね、とやっすみぱません、り。ごめんなさい。途中に挟んじゃうんだけど、今、谷口さんが言われたのは、土木学科に重点研究課題っていう制度があって、それを田村先生委員長で、僕が幹事長で、この品質確保の取り組みを研究したとき、1年間があるんですね。で、重点研究課題なので、コンクリートの委員会だけじゃなくて、建設マネジメントの堀田先生とか、それから、当時、京大の川野先生とかにも入っていただいて、で、座談会やったんですよ。そうです。はい、そうで堀す。田先生とか、あ、坂田さん、川野先生とか、僕らとか、佐藤和則さんとか、田村先生そが。うです、そうです。はい。で、春そ日されんもいたんでを、すね。はい。取りまとめて、春日さんはね、新設コンクリート革命のはい。ああ、新設公開のか。インタビューなんです。座談会なんです。やっぱりそういう座談会とかいうのをしっかりやって、本音の意見をこうぶつけ合って、それを公開していくってことね、やっぱりいろんな人がじわじわ読んでいくと思うので、やっぱり質のいい議論をちゃんとして、発信していくってことが、やっぱり結局それを谷口さんが拾ってくれて、こういう本につながったりしてるから、そうです。その通りでやっぱす。り真っ当な議論をしてね、ちゃんと広げていくって大事なことだなというふうに、今回改めて思いました。ああいうの見てくれてありがとうございました、谷口さん。いえいえ、どういたしまして。発刊後の反響などは谷口さんの方からちょっと教えていただけますか。そうですね。私も福岡県土木組合連合会という組織があります。約450社あります。すべての支部長で、まあ、2、3ヶ月に1回福岡で会議してますけど、その時に私がこういう漫画作ったよと言ったら、皆さんがエールを送ってくれてですね、全部450社は確実に各1社ずつ揃えますよというありがたい言葉もらってね、わあ、これはやっぱり私は本を売るというよりかいいことをしたのかなと思いもあったし、まして、まあ、福岡県はこの本を、漫画の本を書いてるっていうことは、重々情報を得てました、福岡県の方は。それで、まあ、期待感もあったし、その分含めて、検討したら、まあ、福岡県土木組合連合会から福岡県に検討したら感謝状をいただき、そして、まあ、九州地方整備局の方も安倍調整管理官にお話しして、まあ、安倍調整管理官も細田先生のことはご存知だったし、あ、面白いことしたなという形で15冊ほど持っていったら各館に全部ばらまいてした。反響がすごかったということで、もうとにかく、あまり感謝状とか出したこと、本人に対して感謝状とか出したことないけど、これは面白いということで、感謝状を12月4日にいただくようになってます。このあたりは、真鍋さん、すいません、何かありますか？そういったところは。
そうですね、我々、まあ、専門書をよく出してるんですけれども、漫画という形態で出すのはうちの部署では初めてになるんですよね。で、まあ、そういう意味ではどうなるかっていうのはまさにこれが試金石になるのかなと思ってて、でただ、まあ、やはり出してみると反響はかなりあってですね、やはりちょっと漫画っていう形態と、あと我々がこう、漫画なので、要はかなりこう尖ってところ、あの全般的なところを話しても多分漫画では伝わらないので、やっぱこの施工状況把握チェックシートっていう本当にもう一点突破ですよね。ここをマニアックなところに漫画でこう伝えるっていうところがいろいろな人にこう響いてるのかなっていうのはちょっと実感としてありますね、はい、あの普通漫画っていうのはこういうちょっとした専門書的なものを書くのには漫画を書いて、その後に用語解説が少し入って漫画が入って用語解説、繰り返しなんですよね。ところがこれは漫画のコンクリートの作り方は一連の流れ方をして、うん、そして次に用語解説がね、うん、ずっと入っていってるから非常にあの読みやすいと見やすいという、うん、館長あるいは我々建設室の若いメンバーのおるところがね、そういう、うん、評価をしてます。だから流れが見やすいということでね、あのちょっとだけあの山口県の活用状況、うん、ご紹介するとですね、これは現場で研修を山口県してるんですけども、現場に行く前に若手職員が漫画を事務所で読んでですね、まあ、漠然とイメージをつかんでいて、で現場に行ってですね、まあ、私とかも同行することがあるんですけど、そこでこう漫画と現場を実際照らし合わせながらやるとですね、予習と復習みたいな形でですね、かなりこう初めて現場に行くような職員であっても、漫画で見たこれは現場ではこういうことなんだとか、現場でわからないことを解説するときに漫画のイラストを引用したりとかですね、うん、そういう使い方ができたので、まあ、いろんな使い方ができるのかなというのをつい先日感じたところです。ちょっと話したいことなんですけど、人間ってね、自分経験あんまりしてないこととかそういうのって勉強するのすごい苦手なんですよ。苦手なので、一つはね、もう自分に馴染みが出るまで反復する。覚えるように、もう意味わかんなくても、とにかく反復してるうちに、だんだん興味が湧いてくるというのが一つ。興味のあることってどんどん勝手に勉強するので、そう思うと脳の中にそういうネットワークができていって、で自分のキャッチできるネットワークができるとこう勉強したくなるんですね。だからその漫画っていうのはとにかく面白いな、読者の成功ってこんなポイントがいろいろあるんだ、まずこう緩いネットワークを頭の中に作ることにすごく役に立ってて、そうするとこれまで興味なかったその施工のやり方とか、なんか講演とか聞いてももう、ね、アンテナが吸収しやすくなる。やっぱりそういうか、そういうところにすごくいいツールなんだろうなというふうに思いますね。さっきの山口県の方々写真見てて、やっぱり楽しく勉強できるじゃないですか。はいはいはい。土壌を作るのにすごい素晴らしいんだろうなというふうに思いますね。皆さんがこの漫画がどういうふうに使われていくかとか、まあ、どういうところを目指していくかとか期待するかというような思いがあれば、ちょっとお一人ずつお聞きしたいなと思うんですけども、まずはじゃあ、谷口さんよろしいですか。はい、私は建設業入職者少ないし、若い人間がこういうものを読むことによって建設業に入職しようとする思いを持ってくると、とこういうものが一番大事だろうということで、そしていわゆる日本建設業区体連合会がいわゆるこれ教材として採用したっていうことと、大成ロテックもそうです。大成ロテックも 4、5冊買うて教材として活用するという表現いただいてますんで、そういうことが一番広がっていけば、何か世の中、先生たちがコンクリートの品質を求めているように、やっぱり何か基本的なものが役に立てばという思いで、そういう思いです、これに対する漫画の本に対して。はい、ありがとうございます。小原先生の方が期待されることとか、はい、思われることがあれば教えていただけますか。はい、はい、うん、はい、続けるってことはすごく大事だと思ってて、そのコンクリートが主役であることは当然変わりない。
もっとインフラを作るようなシチュエーションが出てくると思うんですよ。だからその時に、まあ、こういう本で、裾野が広がってね、日本は品質にこだわりすぎとか言われることあるけど、いいじゃないですか、こだわりすぎて、結局日本のインフラだけの構成でピンピンしてる可能性だってあんだから、出していくっていう哲学が、こういう本を通してどんどん広まって、コンクリートのファン、インフラのファンがどんどん増えることを期待します。はい、ありがとうございます。真鍋さんの方は何かありますか？そうですね、まあ、お二人言っていただいたところが、まあ、もちろんメインなんですけれども、私、まあ、もともとこの本で誰に読んでほしいかというところで、もちろん一番は地方の建設会社の方、コンクリートを打つ方、まあ、それからもう一つ重要な発注者側ですね、施工管理する側と。でもう一つですね、私、もうちょっとこう拡充できるんじゃないかなと思ってるのが、スーパーゼネコンとか、まあ、いわゆる大手の建設会社の方、まあ、そういったところの新人教育とかにもぜひ使ってほしいなと思ってます。あとはもうコンクリートなんてもう知ってるよっていうようなベテランの方ですね。やはりやっぱこういうところでちょっと底上げをどんどんしていくっていうことが品質向上の何よりも強みになるのかなと思うので、ぜひそういった方にも読んでもらえれば多分気づきが多分あるのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。それと私最後にお三方に言いたいことは、人間っていうのはコミュニケーションでですよ、いろんなものが出来上がるということで、これによってですよ、やっぱみんなとのコミュニケーションが出来上がれば、また違ったものができる、いいものができるんかなと思いはもう先生します。先生、はい、今日はどうもありがとうございました。真鍋さん、吉村さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、終わりですよね。はい、ありがとうございました。はい。まあ、ご興味のある方は、まあ、Kindle もあるみたいなんで、まあ、はい、ご興味あれば。で、もともと、施工状況把握チェックシートっていうのが、まあ、例えば、学会の司法書とか、まあ、そういうものと、基準類と、現場をつなぐ。まあ、基準類作る方々は一生懸命やってるんですけど、だからといって何でもかんでも詰め込んでいったとしてもみんなが読むわけじゃないですよね。だから、まあ、チェックシートというのはそういうところをつなぐ一つとして生まれた。まあ、さらにこれ漫画本とか出てくると作業の方も読むらしいので置いとくと、まあ、さらにこうつなぐところを強化するようなのが出てきたのかなというふうに、まあ、面白く思ってます。で、さらには例えば生コンとか駒材とかったってほとんど分かってないので、そのプロは知ってるんでしょうけど、まあ、例えばそういうところもこういう教材みたいなのが出てくるといいんじゃないかなというふうに思ったりしてますので、まあ、いろんなチャレンジをみんなでしていくと面白い、業界になっていくんじゃないかなと思ってます。